こんにちは。エステティシャンの映画だ話今日はパーフェクションについておしゃべりしていきたいと思います。これはネットフリックスオリジナル映画として、えー、2019年5月から配信されているんですがあらすじがですね天才チロ奏者を襲う悲劇を二転三転する展開で描いたネットフリックスオリジナル映画。 チェロ奏者として将来を嘱望されながらも母の介護のため夢を諦めたシャーロット母の死後かつての恩師アントンを頼って上海を訪れた彼女はアントンのもう一人の愛弟子である人気チェロ奏者リジーを紹介されるすぐに意気投合した二人は一緒に中国各地を巡る旅へ出かけることにしかし出発直後バス車内でリジーが 異常なほどの体調不良を訴え始める。言葉が通じない中、必死で周囲に助けを求めるシャーロットだったが、という、えー、これはスリラーということなんですけれども、まあ、これ、あのー、まあ、二点三点っていうことで、えー、いや、その通りなんですよ。で、その二点三点も、ある一定のその、えっ、ー、と、理事、 っていうのは黒人の人がやっててシャーロットが白人女性がやってるんですけどそのまあ作りとしてはですね、まあ、最初はシャーロットが理事に嫉妬してでその理事のそのかなばなしいキャリアとか、えー、そのチェロ奏者としてを妬んで いる話かなと。ネタでいろいろ格差作する話かなと思うんですが。まあ、前、前半はそういう作りなんですね。で、えっ、ー、と、その前半の締めに、あの、理事が、ま、自分で、こう、い自分のこう、腕の中をね、虫が張ってるんだっていう風になって、で、あの、あ、シャーロットもそれ見たあ、虫が出てきてる、腕から虫が出てきてるって言って、 その中華包丁で渡しても、その、あの、虫を何どうにかしなきゃっていうので、まあ、手首を落とすさせるわけです。中華包丁を渡して。まあそこでまたこう、ガーッと最初の方に戻って、旅行行く前に戻って、実はそれはシャーロットが仕組んでてみたいな、あの、幻覚、虫が、虫がね、湧いてくるって言うとやっぱりその、 何薬物中毒の人がね、よくこのなんか虫がおい、なんかいっぱいうじゃうじゃ出てくるとか、その自分のね、なんか結果を張ってるとかいう、なんか絵を描いたりとかされてるのを見たことあるかというと思うんです。まあそういう幻覚じゃないと思ったら本当に幻覚だったんですけど、まあそれシャーロットが仕組んだ幻覚で、まあそれによってジーは本当に手首を中華包丁で落としてしまうと。いう、まあこう。 実はこうでした。っていうのがあって、で、もう一個後半の部になると、なぜそんなことをしたか。シャーロットはなぜリジーに手首を落とさせたのか。実は嫉妬とかじゃなくて、要はその、えー、アントン、えー、チェロ奏者の恩師ですね。アントンが、まあこれ白人男性やってるんですけど、が、要はその、まあ自分で学校みたいな、なんかそういう、 の作ってて、学校って言っても本当にこじんまりとしたものなんですけれども、そこに、まあ、有能なチェロ奏者の子たちを集めて教えてるんですけれども、まあ、完璧にできないと、演奏が。罰として、性的虐待をしてました。で、それに、こう、が普通、それでよかったんだと、理事が。そう思い込んでしまっていると。で、そのアントン、 うわ家族だみたいに、本当にこの思ってて洗脳されてるから、そこからこう解き放ちたくてう手首を落とさせたという、まあ、話になっていって、で、それも一回こうある程度までそのシャーロットがこう窮地になって、これからまたぐるぐるって戻ってって、実はあのリジーもシャーロットとなんかこう仲違いしたように見せて、実は協力者でしたよみたいな。 話なんですけどいや、これですね。あの、その、それはいいと思ってんですよ。あ、それはいいっていうか、面白い映画なんですけど、そう、実は、妬みから来る、なんか、そのね、復讐劇じゃないですけど、その、なんか、相手を陥れる話かと思いきや、実は、その、恩師に対する復讐劇だったっていうのは、あのいい、いいんですけど、そんなことよりもですね、手首を落とさせたというのが、 あの、非常に不可解というか、その、あの、まあ、幻覚によってね、虫が出てきたって言って、虫を出さなきゃっていうので、なんで手首みたいな。手首じゃなくてもいいじゃないですか、虫出すなら。なんかこの辺切ってもいいじゃないですか、なんか。適当に。だけど手首落とさせてるし、で、その、シャーロットが、 ディジーをね、その、チェロ奏者として、その、なんかこう、致命的にならないと、アントンの呪縛から解けない。恩師というかね、もっとその性的虐待してきたアントンから呪縛解かれないっていうことで言うなれば、別に手首落とさなくても、まあ、例えば指を折るとかですね。多分その、もう、 超ハイレベルな人だと多分その指の感覚とかちょっと違っちゃっただけで致命的だと思うのでそんな手首を落とさなきゃいけないのかなーってずっと見ててそこが引っかかってしょうがなかったんですよでもですねこれ見ていくと最後こう最後の方でもそのアントン恩師っていうかまあ元恩師である男性と シャーロットと、その、リジーの中で、三人でもう大変な格闘シーンがあるんですよ。で、こうなかなかアントンも死なないわけですね。で、アントンに、こうシャーロットが、こう、うわ、う、馬乗りになられて、で、ここを、左手のこことかめっちゃ刺されちゃうんですよ。なんか。それで、でもどうにかこうにか、そう、倒すんです。わわーとか言いながら、 殺したのかなと思いきや、最後のシーンでですね、こう、獅子を落とされたですね、アントンと、アントンがこう、なんか、天敵かなんかされながら、えー、シャーロットがこう弓、弦を持ってて、で、ビジーがこのチェロの押さえて、だから二人羽織的な、なんか二人でチェロを弾いて,て、で、それを見てる獅子のないアントン。 これがやりたかったんですね、と。これのためにどうしてもやっぱり手首を、まず最初に落とさないと、このラストは迎えられないので、ちょっと監督はですね、悩んだんじゃないかなと。手首を落とす理由がなかなかないですからね、生きてると。 だからまあ、黒い家みたくんですね、あの、保険金目当てで、あれはなんか腕を落としたのかな腕を落として、なんかやってましたけど、でも理事はお金もありますしねいや、シャーロット別にお金に困ってるわけじゃないし、理事もお金に困ってるわけ誰もお金に困ってないんで、まあ、手首落とす理由はそんなないですしね。だからまあ、苦肉の策として、手首。 落とすに、はって,って手首を落とすのに、あのー、最適な、最適でしかも、まあ、割と身近にあるものったら、やっぱ中華包丁でね。やっぱり中国のね、中華料理だと、その、バンバンこうね、叩き切るみたいな動作多いですけど、まあ実際映画の中にも、そう、伏線の伏線として、その、あのー、 庭とのなんか首からなんか落としてるシーン出てきてて、でそこの屋台かなんかから、その、シャーロットがスッとその中華包丁を盗んで、みたいな。で、うわ、虫があって、こう幻覚を見てる時に、はい、あの虫出さなきゃって言って、謎に中華包丁を渡すという、あの、ことなんですね。だからやっぱこのラストの、この三味一体というかですね、見せるためには、 まず手首落とさないと始まらないので、いや、これはです、ね。だから最初、なんで上海なんだろうと思ったんですよ、舞台。あんまりないじゃないですか、上海が舞台になるってね。あの、007とかとあたりましたけど、いきなり上海。しかもチェロ。なんだろう。ね、中国資本入ってんのかなと思ったら、この中華包丁ありきだった。 そんな風に。まあ、全然映画の内容と関係ないところにちょっと思いを馳せてしまったんですが。でも三味一体の様子は、あの、絵的にはやっぱこう、珍しいというか、あの、面白かったんで、これ90分ぐらいの話ですし、特に誰にも感情移入することは多分、多分ないと思うんで、なんかこう、楽に見れますね、なんか。すごい楽に見れましたね。良かったです。 はい。あと、まあ、スリラーなんですけど、まあさ、そんなに深刻さを感じないんで、なぜか。なぜかなぁ。うーん。<laughs> うん、なんかそんなに、かわいそう。その、シャーロットね。もうなんか、その、精神鑑定みたいな、なんか、電気、頭反られて、 なんか電気ビリビリビビリってされたりするんですけど、そんなに一個前にやった、えっ、ー、と、何でしたっけテルマほどなんか、かわいそうな感じっていうかね、感情移入する感じもなかったんですけどね。大人だからかなげそう、映画のげ現在が。わかんないですけどね。なんかすごい楽に見えましたね。はい。で、あと、そのわーって最後、 アントンと、あの、と男性のアントンと、そのシャーロットとリージーのこの格闘の様子がですね、見てて、あの、なぜかフロムダスクチルドーンを思い出しちゃって、それもあってあんまりこう、なんかそんなに怖くなかったです。なんか、コメディっぽいっていうか、はい。だスリラーちょっと苦手な人でも、 あの、面白かった。すごい過剰だからかな。うん。なんか、伏線がすごい、伏線を伏線してるからかわかんないですけど、うん。そんな感じでした。はい。なんでなんか、サクッと見れる映画だと思うんで、えご興味ある方いたら、ぜ、え、ひ、ー、見てみてください。終わりです。